青コーナーより魔界から送り込まれた刺客選手入場。スモールスタミナ入場。G1 クライマックス公式戦、頑張れ。30分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナー、オリジナルレスラー、頑張れ。頑張れ。行けよ。赤コーナー、190cm、112kg、頑張れ。スモールスタミナー、ガンガンいけ。レフリー、頑張れ。レッドシューズ運動、頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴みます。キックで返します。ロックアップ、コーナーに振った。パンチで返します。小脇に抱えます。エルボーで返します。バックに回ります。スリッパーホールドに入ります。に行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。インディアンデスロックの体勢であります。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、
お客さんに見せる体を作り上げるために、本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい、ガードします。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。腰を落として逆肩エビ固めの体勢です。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。ラフファイトを得意としてまいります。この男、まさにストロングスタイルなどクソくらいといったところでありましょうか。さあ、今夜もリングが荒れてくるのか注目であります。ヘッドを打ってまいります。顔面を狙ってまいります。グラウンドでの攻防に持っていきます。抱えます。ストマックに突き刺さります。弓を引くナックルであります。蹴りを見舞ってまいります。タックルでぶちかまします。ジャンピングに引き起こします。フロントからのキック、掴んだ、逆に返します。掴みます。させません。掴んだ、ヘッドバット、顔面へのキックです。グラウンドでのヘッドロックであります。行くのか、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。鉄拳を見舞います。腕をフックします。耐えます。キックを打っていきます。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。ロープにブレイクしました。組みに行きます。返してまいります。バックドロップの体勢、テイクドロップ、バックドロップ、起こした、膝へのドロップキック、掴んだ、あと逆にキック、いける、すごい形相で締め上げていく、ハンマーを落としていく、エルボー強烈、蹴っていった、弓を引くナックルアロー、させません、組み合った、そのまま叩きつけていった、ダイビングしてのエルボー、肩が上がります。ガチッと組み合った、あと逆に投げていった、膝にピンポイント集中砲火、おっと足を決めていった、ロープに逃れました。ガチッと組み合った、覆いかぶさって肩固め、組み合った、グーの鉄拳制裁、チョッパー、ストンピング強烈、逆水平、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。強引に締め上げていく、マフラーホールだ、いけるか、逆に返した、首根っこを掴んだ、あっと
逆に蹴っていった。腕折りに持っていった。頭を掴んで、うわっと逆に蹴っていった。ジャーマン肩口から押し込んだ。ガジェット組み合った。場外に落とした。見栄を切った。場外に移行した。組み合った。お気をつけください。弓を引く鉄拳、いけるか。あっと切り返した。フロントに捉えた。フロントからのスープレックス。リングに戻ります。リングに戻ります。抱えた。ブレンバスターで切り返した。全体重を乗せたエルボー。腕をフックした。フロントからの投げに転じる。いけるか。あと逆に返した。立たせていく。これ危ないですよ。脳天粉砕か。ストンピング、組み合った。あっとダイヤモンドカッター。引き起こす。小脇に抱えた。エルボーで切り返す。抱えた。あっとフロントスープレックス。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。腕を取った。あっと耐えた。腕をフックした。あっと逆に投げていった。体を預ける。15分経過。3つ入りますね。フロントキック、キック、ガジェット組み合った。あっと返した。蹴り上げていく。腕を回した。打たせない。組み合った。コーナーに振って、あっとラリアット。いけるか。あっと逆に返した。バックに回った。持ってった。ジャーマンブリッジする。ロープブレイク、ロープブレイク。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで切り返した。フロントに捉えた。させません。ガジェット組み合った。巻き投げで切り返した。エルボードロップ強烈。フロントキック組み合った。強烈に叩きつける。カバーした。ここでロープブレイク。抜くのか。ダブルアームスープレックス。中身の濃い、密度の濃いこの試合、まさに戦いの濃縮 100% ジュースであります。おっと逆に捉えた。バックを取って、魔性のスリーパーが決まった。
そのまま耐え固め。カウント3つ、カウント3つ入りました。青コーナーより選手入場。響き選手たちの闘志に火が灯る瞬間であります。赤コーナーよりノーザンライト革命児選手入場。颯爽と入場であります。G1 クライマックス公式戦30分1本勝負を行います。青コーナーエリートレスラー館長、館長、館長。赤コーナーオリジナルレスラー長谷長谷レフリー、レッドシューズ運の長谷さん。さあ運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね。そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。掴んだ、打ってまいります。組みに行きます。このあたりまさにプロのレスリングであります。ローを打ち込みます。ロックアップ、フライングメイヤー。高周波数の音が館内に響きます。キックを打ってまいります。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。膝を殺してまいります。行くのか、コーナーに振った。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか？そうですね、二人とも朝の出がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。鎌ヶ谷の体勢に入ります。キック攻撃を見舞います。掴みます。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。掴んだ、切り返します。回転してまいります。3セットフリップ、
腕をフックします。こういう投げ技っていうのは一見上半身の力でいく感じに見えるかもしれませんが、本当は下半身の力が非常に大切なんですよ。あー、なるほど。まさにスープレックスはへそで投げろって感じですね。はい、掴みます。強烈に打ち込みます。組み合います。逆に返します。ストンピングです。顔面に突き刺さります。鋭いキックです。掴みます。膝を狙ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。この辺りのグラウンド殺法なんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。顔面を蹴り上げます。掴んだ。ブロックします。組みに行きます。逆に倒します。ストンピングを叩き込んでまいります。ローを打ってまいります。行くのか。あっと、そのまま倒します。引き起こします。逆さ押さえ込み、カウント2つで返してまいります。ローキック、パンチで返します。あっと、キャッチした。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああ、そうですか。起こします。返してまいります。掴みます。ストマックを狙ってまいります。ロックアップ、逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。裏投げ完行。ウルネルソンの体勢、ドラゴンスープレックス。岩壁の母の胸に抱かれました。強烈キック攻撃、蹴りをぶち込む。あっと、逆に捉えた。あっと、逆にパンチ。ガードした。打ち込んでいく。全体重を乗せたエルボー。組み合った。ロープに振った。ハイキックソフトオーブ、強烈逆エビが溜め、キック一気稼いに行く。あっと、キャッチした。ひねって倒した。ドラゴンスクリューコーナーに登って、キック、ものすごい。いけるか。バックブリーカーで落としていった。体を預ける。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。腕をフックした。ノーザンライト、北斗剣幕がため、カウント3。
青コーナーよりノアの名手、その魂を握りしめ選手入場。この男、未だに健在であります。赤コーナーより21世紀の鳥獣、ファイティングパイソン入場。プロレスの誇りと社長自信と夢、三沢プロレス不安よ胸を張れ、そしてしかと見届けよ川田。 G1 クライマックス公式戦社長30分一本勝負を行います。三沢青コーナーエリートレスラー。行け。赤コーナー182センチ、108キロ、ファイティングパイソン。レフリーレッドシューズ運動。さあ運命の金が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。あっとエルボー掴んだ、あっと一回転するキック、ロックアップ倒してまいります。エルボー、キャッチした、足攻めに転じます、組み合います、投げてまいります。ストレッチプラムに入ります、ロングブレイク、行くのか、ロープに振った、逆に捉えた。こういうのは効果的ですよ、技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ブロックします。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。
鬼の形相で締め上げます。ロープにブレイクしました。組みに行きます。ロープに振って組みに行きます。ロープに飛ばした。そのままプラスしてまいります。走り込んでのエルボー、先頭背面落としです。こういう技なんですが、次の日ミミズ腹になるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。ローキック、エルボーを入れていきます。あと逆に捉えた。パンチで返します。ガードします。ガンマリエのキックです。ラフサッポーに転じます。ローを打ち込みます。腰を落とします。今ちょっと頭打ちましたよ。そうですね、ちょっと危ない体勢で打ちましたよ。気合を入れてまいります。組み合います。逆に振り返した。ロックアップ、逆に倒します。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。フロントからのキック、抱えます。投げ捨て式のパワーパンチ、ニードロップ、先頭を見舞ってまいります。先頭背面落としです。顔面を蹴り上げます。顔面に突き刺さります。リング下に降ります。腕を回します。エルボーで返します。バックドロップの体勢、耐えます。ブロックします。テキサスクローバーに持ってまいります。リング内に戻ります。蹴りを見舞ってまいります。逆に返します。掴みます。あっと、バク転するキック、行くのか。逆に投げてまいります。足を殺してまいります。ロックアップ、切り返します。エルボーでブロック、小脇に抱えます。エルボーでブロック、スピニングエルボー、起こします。危ない、もう点数だか。引き起こす、エルボー。10分経過、10ミニッツパー。ダイビングしてのエルボー、2位を落としていく。足を殺していった。スリーパーガッチリ入った。リングに戻ります。いけるか。デンジャラスエリアから投げを見舞った。
組み合った。エプロンサイドから投げていった。ローキック強烈。もう気持ちだけで打ってますね。はい、バットキャッチした。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。蹴っていった。ガードした。喧嘩キック。ガチッと組み合った。逆に返した。起こした。あと喧嘩キック。エルボーを入れていく。テンプル捉えましたよ。虚空を見上げたか。エルボー立たせていく。エルボー強烈抱き起こす。逆にバックに回った。切り返す。抱えた。エメラルドフロージョン肩に力衰弱落下。ロープブレイク、ロープブレイク、引っこ抜きか。タイガードライバー固めない。さらに連続でいった。ロープに逃れました。腕をフックした。青コーナーより選手入場。さあ、すべてが未知数であります。この男入場してまいります。赤コーナーより灼熱の太陽のごとく選手入場。信じたプロレスの集大成を目指し、堂々の入場であります。G1 クライマックス公式戦30分一本勝負を行います。ガンガンいけ。青コーナーエリート
コーナーオリジナルレスラーレフリーレッドシューズ運の頑張れ運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいけませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、2位を蹴り上げます。ガブリの体勢に移行します。外してまいります。行くのか、ロープに振った、マウンテンボムで落としていった。蹴りを見舞ってまいります。腕を回しま、耐えます。打ち込んでまいります。組みに行きます。ロープに振ってランニングしたのネックブリーカー、起こしてまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。あーなるほど。肘を打ち込んでまいります。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。ところに入るスピードが速かったですね。これだと相手はきついですよ。ねえ、一瞬でしたもんね。掴みます。させません。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いい攻めですよ。強烈に打ち込みます。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。ブロックします。ストンピングを叩き込んでまいります。掴んだ、ラフな展開になるのでありましょうか。逆水平ナックルを打ち込んでまいります。そのまま膝を決めていきます。抱えます。逆に締め上げてまいります。腕を捉えます。返してまいります。ロックアップ、アマラス式で倒してまいります。スタンディングを取らせます。蹴ってまいります。腕をフックします。打たせません。フロントに捉えます。パンチで返します。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ドロップキックであります。おっと、円形のバッファロースリーパーに持っていきます。抱えます。パンチで返します。全体重を浴びせたラリアット。リング内に戻ります。フロントからのキック、掴みます。逆に返します。弓を引くナックルであります。キックで返します。グーを打ち込みます。行くのか、あと返します。切り返します。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。
逆水平を打っていきます。組みに行きます。逆に投げてまいります。これを食うと苦しいですね。そうですね、今の技はちょっと頭から落ちましたからね。腕を取ります。返してまいります。抱えます。2位を突き上げます。水面蹴りが決まった。起こします。フロントに捉えた。あっと、フロントスープレックス。エルボー強烈。ノーザイ行くのか。あっと、逆に蹴っていった。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。10分経過、10ミニットパー。首根っこを掴んだ。あっと、逆に脇固めで切り返す。ロープに逃れました。いけるか。あっと、逆に投げていった。抱き起こす。腕を壊しに行った。バックに回った。標高 8000m、 エベレスト級のジャーマン。ロープブレイク。ローを打ち込む。組み合った。あと逆に倒した。放っていくのか。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。チョップ強烈。ガジェット組み合った。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。コブラクラッチに取った。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。立たせていく。腰に手を回した。出た、エベレストジャーマン。もうこれは暴走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。組み合った。締め上げていった。ハンマーを落としていく。引き起こす。奥歯を噛みしめた。あっと返した。起こした。コブラクラッチの体勢。腰に手を回した。エルボーで返す。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。ストッピング、エルボードロップ強烈。キック、一気に稼いに行く。させません。三角締めがガッチリと入った。15分経過。ここで2点のゴング。
青コーナーよりマッドタイガー入場。非道の最強ヒールであります。この男、今日も血を求めてリングにやってまいりました。赤コーナーより極寒の皇帝ロシアンエンペラーピョートル入場。クライマックス公式戦30分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナー190cm 120kg マッドタイガー。頑張れ。赤コーナー182cm 103kg ロシアンエンペラーピョートル。レフリーレッドシューズ運の今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。掴んだ、キックで返します。蹴りを見舞ってまいります。テイクダウン、抜けてまいります。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーが襲ってまいります。ロックアップ、ハンマースルーをさせない。掴みます。あっと狂気攻撃、そのまま倒してまいります。外してまいります。フロントに捉えます。テイクダウンを奪います。そのままパンチを払っていく。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人と回すの腕がいいですよね。これは調子のいい証拠ですよ。ああそうですか。パンチで返します。させません。あー後頭部へのパンチ攻撃、パンチで返します。バックを取ってパンチ攻撃。
参ります。腰を落とします。鋭いパンチ&キックといった打撃に関してはスペシャリストであります。この男、その一発 KO の可能性のある一連の打撃攻撃はまさに脅威の的であります。さあ今宵も打撃の嵐が吹き荒れるのでありましょうか。あっとパンチであります。ガードポジションに移行して前に抜けてまいります。強烈に打ち込みます。切り返します。蹴ってまいります。あっとパンチです。フロントからのキック、キックを打っていきます。ジャブが顔面を捉える。掴んだ。ちょっと危ない状況ですよ。意識もおろうか。うまく切り返した。ストバックに突き刺さった。抱き起こす。あと耐えた。首根っこを掴んだ。あっと逆に蹴っていった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。やってますよ。バックからパンチを落としていく。あっ逆にパンチさせません。あっと返した。あっ逆にパンバックを取ってパンチ攻撃させません。外した。フロントキック、奥歯をかみしめた。おっと外した。腕を回した。打たせない。あっとテンプルを取られた。マウントを取った。ブロックした。ここはこらえていく。グラウンド状態からのパンチ攻撃。あっと返した。あっ逆にパンチ外した。キック。あっと顔面にヒットした。抱えた。あっと返した。頭を掴んで。あっとアンパー。ごめごめに入りましたよ。脳髄に響いたか。おっと外した。蹴り上げていく。狙ってきますよ。おっと外した。腕をフックした。五臓六腑に染み渡る。頭を掴んで噛みついていった。逆に捉えた。あっとフック強烈。ガブリの体勢に移行した。させ